はい、そしたらね、今日はね、ローディル王国のところから近畿にね、行く方をお話をします。で、ここを出ると、場所的にはここで、ここだね。で、セーブポイントっていうか、ここなので、今ここからできたんだね。で、通常だと大きい木がドカーンと出てくるんだけども、ここはもう倒してしまうと出てこないので、で、この木の倒し方については、私、ノーダメで倒せるよっていう動画作ってるので、それを見てください。はい。で、そしたら、このまままっすぐ行って、以前ね、別にここに、なんかでっかいやつ、ゴールドね、違う、なんかの金色のやついたじゃない。それとかなんかその次の敵、もうすっかり忘れたけど、その2人を倒さなくてもここには来れるのね、開けられるし、それは以前の動画で。で、ここにね、さっき実は動画で撮ったんだけども、ボスもいるので、このようにえいおたたたたやったやった追っかけてくるとは思わなかった。でも倒したかな。この道の最中にこのボスにとして出てきたやつもいるから、以前出てきたそれのそいつも倒し方、全くそのダメージ食らわないで倒し方、ダメージを食らわない倒し方も。で、あそこら辺周りはね、まあご自身でちょろちょろ狭い場所なのでやってみてください。はい、敵とかも結構いるんでね。はい、ということで、じゃあ回していきましょう。そうするとここで多分金っていう風になるんではなかろうか。つうか、なんかやばくねえか。うわ、私これ実はさ、やばっ、初見で来てんだよね、当たり前の話。うおー、かわすかわす、ちょっとここセーブポイントどこあんのよって、やべやべやべ、ちょっとセーブポイントどこ、このまま走り切れるかな。うおー、やっべー、まあそんな感じでね、走り切れるようです。ちょっと待ってよ、待って、ここは OK。 はい、また面倒なところに。そうするとここか。よっしゃ、あったはい、これで近畿に来ましたと。それじゃあね、近畿から進んでみようと思いますと。で、しっかり死んでるんだけどさ、まあ赤いなんか光があるんだけども、そっちに目指して進んでいけば問題なスイングみたいな、そんな感じ。ただ気をつけていただくのは、なんかね、ここの金色のところ死んでるんだよな私で。ちゃんとジャンプしていただいて、それっぽいところは、はい、で、進んでいただくと、まあ赤っていうところを目指して走っていってもらえれば、それ全然いいでしょうみたいな感じではあるんだよね。ちょっと予行練習みたいなのはしたんだけどさ、そしたらなんと穴がありましてですね、死んでしまったわけですよ。このスカラベがいるので、それも無視していただいて、このまま道なりか。予行練習はしてるかな、ブラックフィールド。こいつもね、ローディル王国で、ノーダメでね、初見で倒すのを動画作ってるんで、よかったらね、見てください。ほいっと。はい、そうしたらね、次になんか、昇降機があるみたいで、私、この昇降機って使ったことなくて、
以前もあったじゃないかって、思われる方いるかもしれないけど、私それも使ってないのよ。なぜかっていうと、そのままボス、あのサラマンなんだかなんだかって、あの敵を倒したから、あれ？だからここで使うのかな？あ、持ってなくてもいけるのかな？よくわかんねえわ。あ、あれはあのなんだっけ、マリなんだかからもらった、マリカからもらったやつがこれなんだ。だから全然関係ないんだね。これ全体が動くのか。じゃあこれの繰り返しってことをもし使うとしたら、そしたら行ってみましょうか。地図上を見るとそのまま道なりみたいなんでね。